SDGs は持続可能な社会を実現するためにできた世界的な取り組みです。このコーナーでは皆さんの生活の中でできる SDGs に貢献する取り組みを紹介します。私たちにできることを一緒に考えてみましょう。 SDGs 17の目標のうち4つ目は質の高い教育をみんなにです。質の高い教育を受けること、みんなが知識を高めることは格差の解消や経済の発展など数多くの問題の解決に関係しています。ちょっと難しかったけど、今まで知らなかったこともあって面白かったな。次はこの本を読んでみよう。情報社会の現代、スマホやパソコンからいろいろな情報を得ることはできますが、読書の時間はじっくりと著者と向き合い自分の考えを深めてくれます。学ぶって楽しい。私たちのちょっとした行動が地域や世界の未来を変えていきます。このコーナーを見たことをきっかけに、まずは SDGs という言葉を覚えてみてください。みんなもレッツ SDGs。